はい、この子はね、最近山で捕まえてきたばかりの日ばかりちゃんです。噛まれたらね、その日ばかりということから名前が日ばかりになったんですけど、実はこの子毒ないです。なんなら噛まれても大したことないです。大丈夫です。はい、早速この子のね、餌を捕まえていきたいと思います。田んぼでこいつを使ってね、オタマジャクシを捕まえたいと思います。素早くてね、なかなか大変でしたけど、結構捕まえました。1,2,3,4,5,6,7匹かな、7匹捕まえました。はい、さっきね、田んぼで捕まえてきたオタマジャクシです。こいつらを与えていきたいと思います。食べた。綺麗に食べましたね。かわいいな。おお、食べた。すごい流れていってますね。ここに行った。まだまだ食べれそうやな。かわいい。食べ方が優しい。超美味しくないんかな。
いったね、食欲すごいな。おー、器用に食べる、すごい。おー、飲んだ。いいね、いい食いっぷり。うわ、流れていってる。すげーな。はい、今日はね、このひばかりちゃんにおたまじゃくしを与えてみたっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。またね。